リアス線は岩手県大船渡市の西駅と久慈市の久慈駅を結ぶ三陸鉄道の鉄道路線の総称である。歴史的な経緯により国土交通省監修鉄道要欄では南リアス線、リアス線、北リアス線の3つの線名に分かれているが旅客案内上は全区間においてリアス線の路線名称が使用される。 リアス式海岸として知られる岩手県の三陸海岸沿いを南北に縦環する鉄道路線である。リアス線は建設時の歴史的経緯により森駅釜石駅間、釜石駅宮古駅間、宮古駅、久慈駅間に分けられる。西駅釜石駅間及び宮古駅、久慈駅間は日本鉄道建設公団により建設された区間で1970年代に 日本国有鉄道の路線として一部区間が開通していたものを特定地方交通線の取り組みにより三陸鉄道が承継の上全通させたものである。釜石駅宮古駅間は鉄道省山田線の一部として1930年代に順次開通し国鉄を経て東日本旅客鉄道により運営されていた区間である。2011年3月11日の 東日本大震災によって各区間は大きな被害を受け不通となっていたが三陸鉄道により運営されていた南リアス線、北リアス線は2014年までに全線で復旧。残る山田線の都駅釜石駅間は JR 東日本が復旧工事を行った上で三陸鉄道に移管されることとなり2019年3月23日に運行再開。同時に 既存の南リアス線、北リアス線と合わせ、森駅、久慈駅間の案内上の路線故障をリアス線に統一することとなった。ただし、故障統一後も全区間を運転する列車は限られており、実態としては、釜石駅、宮古駅を境に運転系統が分割されている。建設年代の新しい南リアス線、北リアス線の区間は大半がトンネルや、 高架橋で構成され、線形も直線的で、道路ともほとんどが立体交差化されているのに対し、山田線を転換したリアス線の区間は、曲線や地平区間、踏切が多く存在するなど、区間ごとに路線状況が異なるのも特徴となっている。また、車窓から海の見える区間も全体としてそれほど多いわけではなく、 海岸線から数キロメートル離れた内陸部を経由する区間もある。西駅、久慈駅間を一路線としてみなした場合、日本の第三セクター鉄道では最長距離の路線となる。2021年3月13日改正ダイヤでは森駅、久慈駅間全線通し列車が上り3本、下り2本設定されている。また、 森駅、宮古駅間の列車が上り一本下り一本、釜石駅、久慈駅間の列車が上り二本下り一本、運転されている。なお、直通列車でも、釜石駅、宮古駅で長時間停車し、列車番号が変わる。全線通し列車の所要時間は、長時間停車を入れて4時間半程度である。全線でワンマン運転を実施している。 この区間は1日11往復運行される。釜石駅発着の列車でも上り始発列車、下り最終列車以外は、宮古方面の列車と接続する。1時間から3時間おきに運転される。この区間通して走る列車が11往復存在する。ほか、早朝には、岩手船越駅発宮古駅業の列車が運転されている。おおむね40分から2時間おきに運行される。 この区間は通して走る列車が12往復存在する。このほか、平日には夜に、九慈駅発田野畑駅業の普通列車とその折り返しで、田野畑駅発、九慈駅業の快速列車が運行されていたが、2021年3月13日のダイヤ改正で廃止された。快速列車は、白井海岸駅、堀内駅、十府が、浦海岸駅、 陸中宇部駅を通過していた。運行間隔は1時間から2時間おきである。聖釜石間2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生以来前線が普通になっていたが、2013年4月3日に聖吉浜間が運行を再開し、2014年4月5日に吉浜釜石間の運行を再開した。2013年4月3日は、 西吉浜間で臨時列車のみ3往復が運転され、翌4日からは同区間に1日7往復の定期列車が運転されていた。2014年4月5日の全線運行再開時からは1日9往復の列車が運転され、2016年3月26日のダイヤ改正で1日10往復に増える。車両はクウェートの支援で購入した36から7 0型が、 使用される。編成は、基本的に一両編成である。震災前の運行形態は、左官釜石間の各駅停車が中心で、山田線を経由して、三陸鉄道北リアス線、九じ駅からの直通列車が一応往復設定されていた。このほかリアスシーライナーなどの大船渡線、東路線、山田線、北リアス線、八戸線といった三陸海岸沿いの、 各路線を通り抜ける臨時列車も設定されていた。聖鎌石間の列車は南リアス線運行本部所属の36から100軽機動車。左官9時間の列車は北リアス線運行本部所属の36から1 0 0 2 0 0 1点一1零0 0軽機動車が使用されていた。なお、2009年3月14日、改正以前は 西宮古間の列車と一部の西釜石間の列車で JR 東日本森岡車両センター所属のキハ100系機動車が運行されていたが直通運転の削減により船内での運用は消滅した。キハ100系で運転される列車の場合、運賃箱を使用せず運転士が直接運賃徴収を行っていた。また、南リアス船内のみ走る列車は 基本的に一両編成となっていた。釜石宮古間、宮古、久島2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で前線が普通となったが、同年3月中に宮古小本間、陸、中野田、久島が2012年4月には田野畑陸中野田間が復旧し、2014年4月の小本田野畑間の復旧をもって、 全線で運転を再開した。列車は、基本的には、宮古、九島を通して運転されている。このほか、朝に、不大始発、九時港が一本、平日に限って夜間に、九時始発田野畑行の各駅停車が一本、田野畑始発、九時港の快速列車一本が設定されている。全列車、ワンマン運転である。また、土休日を中心に、企画列車、 お座敷列車北三陸号、こたつ列車が定期列車に連結される形で1往復運行される。この場合は車掌が乗務する。なお2017年度からは両列車と目次行きを単独の臨時快速列車として運行している。震災前の運行形態は、宮古、久島を往復する各駅停車が中心で、山田線、三陸鉄道南リアス線を通って、 西駅まで直通する列車がついた地い往復設定されていた。季節によっては、レトロ庁車両やお座敷車両、三陸潮風での運転もあった。震災前には、リアスシーライナーや三陸トレイン北、山崎など、JR 線に直通する臨時列車が設定されていたが、2012年には、八戸線の全線復旧に伴い、キハ48型を改造した。 ジョイフルトレイン、リゾート海猫が、北リアス線に乗り入れ、直通運転が復活した。2014年8月と2015年8月には、九時森岡間に、宮古経由で、北リアス線と JR 山田線を直通する、臨時列車、三陸北リアスが運転された。改正鉄道施設法別表第6号に規定する、予定線、岩手県九時より、小本を経て、宮古に、 イタリル鉄道であり、宮古太郎館は1972年に国鉄宮古線として、府代九次間は1975年に国鉄九次線として開業した。しかし、国鉄再建法により機械業区間は第一次特定地方交通線に指定され、日本鉄道建設公団が建設中であった太郎、普大間は工事が中断されたが、 岩手県などが中心になって設立した第三セクター、三陸鉄道が機械業区間も合わせて引き受けることになって工事を再開、1984年4月1日、宮古線、久慈線の三陸鉄道への転換と同時に開業し、同社の北リアス線として全通した。年表改正鉄道布設法別表第7号に規定する予定線、岩手県。 山田より釜石を経て、大船渡に、イタリル鉄道の一部であり、山田釜石間は1939年に、山田線の一部として、大船渡、青間は1935年に、大船渡線の一部として、左官吉浜間は1970年を及び1973年に、青線として開業した。しかし、国鉄再建法により、青線は、 第一次特定地方交通線に指定され、日本鉄道建設公団が建設中であった、吉浜釜石間は、工事が中断されたが、岩手県などが中心になって設立した第三セクター、三陸鉄道が機械業区間も合わせて引き受けることになって、工事を再開、1984年4月1日、聖線の三陸鉄道への転換と同時に開業し、 同社の南リアス線として全通した。年表2011年の東北地方太平洋沖地震では同時に発生した津波により路線各所が大小の被害を受けた。中でも島の越駅付近では駅及び近接する松前川橋梁、小井転橋梁、ハイペ沢橋梁が流出し、陸中の大気の田玉川駅間では同章が流出している。しかしながら、 三陸鉄道社長の決断により、震災の5日後には一部区間で運転を開始、震災復興列車として3月末まで運賃無料で運行し、地元の足や復興への希望の象徴となった。ただし路盤が不安定になっていたため、運転再開当初は時速2 5トル4月11日からは時速4 5トルの速度制限がかかり、信号系統も 未復旧であったため大洋閉塞である指導通信式を用いていた。路線の半分以上をトンネルとするなど、明治三陸大津派での経験を踏まえたルート選定が幸いし、被害箇所は5箇所、延長にして 5.8km と局所的であった。そのため、復旧はルートの変更なく行われることとなった。2012年には前期の路盤流出により、 普通となっていた田野畑駅陸中野田駅間が開通し、同時に CTC が復旧したため、指導通信式の使用も終了となり、陸中野田駅野田玉川駅間を除く大半の区間で震災前と同じ時速 90km 運転ができるようになった。残る小本駅田野畑駅間は2014年4月6日に復旧、島の越駅付近は流出した。 高架橋の代わりに築堤を整備した。前述のような歴史的経緯から、リアス線では距離を示すキロポストが3つに分かれている。生駅、釜石駅、釜石駅、宮古駅、宮古駅、九駅踏切に表示されている、キロ数も、旧山田線の釜石駅、宮古駅間では、森岡駅起点の距離となっている。九時線に関するカテゴリ宮古線に関するカテゴリー、線に関するカテゴリ ありがとうございます。